城県の県北エリアには、日本の滝百選に選定されている袋田の滝や石浜海岸など、自然の美しさを堪能できる観光スポットが目白押しです。県大エリアには、弘道館や偕楽園などがあり、歴史的価値のある建造物を目の当たりにでき、県内エリアでは、牛久大仏やシャトーカミヤなどのスポットがあるので、旅行者には、ぜひ足を運んでいただきたい。郷土グルメや地方イベントを楽しみたいのなら、県大エリアがおすすめです。では、どうぞ。茨城県を自動車だけで旅行したビデオが話題になっていました。バンで寝泊まりしながら、行き当たりばったりの茨城旅行を楽しむというもので、電車では行くことのできない場所がたくさん登場しています。そんなビデオには、海外から多くの感動の声が寄せられていました。バンで茨城に行く。布団もある。安くあげたかったから、下の道を通って4時間くらいかかった。スカイツリーを見て、田舎道を走るのは面白かったよ。山の日に山で眠るのは最高だよ。4時40分巨大滑り台。日本の伝統的な滑り台はローラーになってる。アメリカにはない。2本なるから同時に滑る。雲のせいで濡れてるから着替えた。子供用で、そんなに速くないと思ってたのに。すごく速いし、体の内部が揺さぶられて、すごく乗り心地が悪い。びしょびしょになった。2回乗ろうと思ってたけど、やっぱりやめる。以前、群馬で似たような滑り台に乗った。あそこは、金属製でシートが用意されてた。9時00分袋田の滝。滝を見に行くけど、誰もいないことがあるから、お金だけ入れとく。観光地のようなところを抜けると森がある。古びた茶屋がある。お茶を飲みながら滝を楽しめる。悪くないね。4段になっていて、違った景色が見られるみたい。15時40分団子。柚子と味噌の団子があるってガイドブックで見た。300円。焼きたてだから気をつけてって言われた。真ん中が気になる。抹茶か海苔かな。すごく美味しい。柚子と味噌がよく合うね。すごく甘みがある。お店の外のバケツにボールが入ってた。味の違うこんにゃくらしい。試食させてくれた。海苔こんにゃく、すごく美味しい。からしこんにゃく、辛みがある。ひじきこんにゃく、これは違いがわからない。すごく新鮮だから作りたてなんだと思う。作り方は知らないけど。19時40分ランチ。滝のすぐ近くにレストランがある。ランチを捕まえてるとこ。鮎を捕まえると、料理してくれる。30分間猶予があって、3匹いるから頑張って全部捕まえる。子供がいるか聞かれた。妊娠してたらいいのかな。バックアッププランで、シャモ弁当にした。チキンよりあっさりしてる。あっさりしたお肉は大好きだから。鴨っぽくもあるし、あっさりしたチキンっぽくもあるね。悪くないね。25、15、世界一のバンジージャンプ。適当にドライブしてたら、この素晴らしい橋に出会った。歩行者専用で、日本一高いバンジージャンプのスポットになってる。変なものを食べたり、見たりしてきたけど、高いところから飛び降りるのだけはやらない。臆病だからじゃないよ。一度やったことるし、二度とやらない。27、00、ブルーベリー狩り。ブルーベリー狩りを見つけた。左が甘くて、右が酸っぱいらしい。どうなんだろう。美味しいブルーベリーって、どんな感じなのか気になったから来てみたけど。甘い方を食べてみよう。すごい。パイに入ってるブルーベリーみたい。簡単に外れるものほどパイに近い。俺は、最近ブルーベリーを食べ過ぎてるから、太らないか心配だ。その価値はあるけど。ケーキみたいなブルーベリーを見つけた。お菓子みたいな甘みがある。それぞれ品種が違うみたいだ。ブルーベリーの中身が何色か当ててみて。37歳にもなって知らなかったのが信じられない。32、11、納豆工場。どうやって来たのか。1時間ドライブして水戸市に来た。
茨城にはいろいろ工場があるけど、納豆を見に行くことにした。天狗納豆は、1889年創業ですごく古い。36-25納豆試食。見えにくいけど糸を引いてる。キノコは初めて見た。匂いを抑えるためらしい。すごく美味しい。納豆好きの友人に買って帰りたいけど冷蔵できないから。日本人は、外国人が納豆を嫌うと思ってるから、ケイドが好きなのを見ると驚くんだよ。俺はいつもからし味だけど、そのままは初めてかも。まずくはないよ。好きな人がいるのもわかる。チョコ納豆、豆がカリカリしてる。なんで？すごく美味しいよ。乾燥納豆、レーズンみたいにねっとりしてる。おすすめしない。全部食べたけど。41-00神社。魚は捕まえられないし、納豆は見れないし、フラワーパークがコンサート会場化してるし。だからドライブしてたら、綺麗な神社に来た。参道が、ティム・バートンの映画に出てきそう。43-25納豆とんかつ。水戸納豆の専門店に来た。とんかつに水戸納豆が乗っかってる。くんのフードは匂うよ。俺は、普通のとんかつにした。芸能人も訪れる有名なお店らしい。そのまんまだよ。とんかつに納豆が乗ってる味。いろいろ乗せるお店だけど、納豆にしてよかった。海外の反応。おお。バンアドベンチャーだ。これ大好きだよ。久しぶりだね。日本に関しては、このチャンネルが一番だ。バンを借りたって時点で、素晴らしいビデオになるのはわかってるよ。バンのハンドルが右側なんだね。日本がイギリスみたいに左側通行なの？滑り台のリンクがあればいいのに。探し出すのに苦労しそうだ。俺も、正確な場所を覚えてない。段ボールがいいよ。最高速度に達するには何か敷くものがないと。沖縄では、草履を使って滑ってるよ。ミシガンに、こういう滑り台があるよ。ハンドルがついてるランチトレイを下に敷いてる。緑色の団子はよもぎだよ。抹茶なこともあるけど、普通はよもぎが使われてる。ビデオを停止。ブルーベリーの中身なら見たことあるし、わかってるよ。再び再生。ブルーベリーはパープルでしょ。これは変わったブルーベリーだね。ここのブルーベリーの中身はパープルなのに。中身が白いブルーベリーと、パープルなブルーベリーの2種類あるよ。パープルなのは北欧の品種で、北米にも存在してる。ブルーベリーが無駄なフルーツだってのには賛成だよ。美味しいマンゴーやストロベリーが食べられるのに。ブルーベリーが嫌いなのも無理はないね。このブルーベリーは美味しくないやつだよ。野生のブルーベリーを食べてみないと。小さな木で、中身が赤やパープルなもの。食感も全然違うし、すごくはっきりした味があるよ。チェリーに近い。スウェーデンでブルーベリーと翻訳されてるものは、他の国のものとは違うみたいだね。ビルベリーか、ヨーロピアンブルーベリーって呼ばれてるみたい。はるかに木が小さくて、中身もパープルになってて、味も濃厚。どうやら違う種みたい。白い色を見たときは、日本で突然変異したブルーベリーなのかと思った。30歳なのに知らなかったよ。滝のエレベーターが上までないのは、水で、ヤギリによるダメージを受けるからじゃないかな。納豆を持ち歩くのはダメなの？やりたかったことが全部できなくてがっかりだな。今のところ、すごくクールなところみたいだね。バンで眠って殺されないか心配じゃないの？車で眠ってて殺された人たちが大勢いるよ。気をつけてね。日本では、微塵も心配ないよ。すごく治安がいいし。アメリカで旅行するときは、もっと注意を払ってるのは確かだけどね。日本を訪れる外国人の多くが、日本人は親切だと語ります。旅先で道に迷ったり、料金を払ったり、わからないことだらけの日本で親切に接してもらって嬉しかった。と語る外国人は多いです。
確かに欧米に比べ、日本は知らない人に対しても優しく接する人が多いように思います。